はい、7番ホールにやってきました、はい。まあ、ここは、まあ、ラウンドレッスンなんですけど、今回、まあ、今までのこと復習があってやりながら頑張ってもらうと。でその中でちょっとこれ、まあ、付け加えた方がいいなとか、はい、あちょっと間違っちゃってるなっていうのは添えてもらった方がいいかなって感じで、はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあまずこのコース確認してもらって、パー5の403ヤードになります。コース確認しなきゃ、すっかり忘れてました。ちょっとこうなってるコースの全体なので、右に行くよりかは左に行った方が、あの次が狙いなそうな、なのであっちを狙っていきたいと思います。うん、ナイス、ナイスショ、よかったです、狙い方向ですナイス、ありがとうございます。続けてればやっぱいいショット出るようになってきそうですね。そうですね、結構これがあれですよね、うん、途中でやめちゃうんですよね。これ振りじゃないですからね。やめちゃう振りじゃないですよ。大丈夫です、あのこっち本気なんで。そういうのいらないです。グリーン周りがバンカーだらけで、そこがあれですね。そうです、サードショットとか、この後のショットが、そう、どう考えるかが見ものですね。ニコニコしてる。次はまだまだバンカーには届かないので、距離を稼ぐこと。ちょっと前の日に、はい、フェアウェイから打つときとか、ちょっとダフレーションになってきたので、土持ってってあげること忘れないの、はい、ずっと前にできたものだと、ちょっとしても修復するまでに時間かかっちゃうんで、はい、できるだけ早く入れた方が、早くいい状態に戻りやすいんで、ちょっと土だけは忘れないな。わかりました、はい、お願いします。もうこれなんかその突っ込んじゃうよりあれなんだけど、スコアがすごい、例えば120とかの子とかもこれ求めるしかないのかな。それはそうですね。なんかすごい大変そうになっちゃいそうで、なんかいつも難しいよねこれね。まあ、本人がやったのが一番いいんですけど、やっぱ本人ってそれいっぱいいっぱいだと思う。120叩く、あ周りのみんなで協力して、そう、さらく120の人たちばかりで回るっていうのはなかなかないね。うん、ゴルフ慣れてる方がそういった方の面倒を見る、なるほど、責任者としてそんなやってあげるっていう感じ、うんうん、ただまあ甘えないでなるべくやるっていう。そうです、そうです、そろそろ大丈夫そうですね。はい、大丈夫です、お願いします。ナイス、うん、ナイス、よかったですか。ちょっとダフってしまいましたが大丈夫、大丈夫。おぉ、えらい。あ、アピール、アピール。いや、みんななんかアピールしてるね。カメラ目線で。あ、でも早くやんないと、遅いよってなっちゃうからね、今度。これは、左右バンカーっていうことでいいんですか、森先生。はい、そうですね。なんなら右側のバンカーの方がちょっと手前にある。はい、そうですね。バンカー手前あたり、でも結構、両脇バンカーなんで、はいはい、あんな意識しなくてもいいのかなと思っちゃったりしてます。ああ全然気にならないようだったら全然問題ないと思います。はい、これはあれなのかな、判断としてはこれ入っちゃうなと思ったらやめといた方がいいみたいな感じなのかな。そう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 、大丈夫かなぐらいだったら行っちゃうぐらいな。全然大丈夫。あれ150って書いてあります。でもあれ左グリーンなんだけど、なるほど。ツーグリーンの場合、だいたい左側のヤーデージは左グリーンの方差してて、知らなかった。そうそうそう、だからこっちの150は、はい、それ。なるほど、じゃあもう100切っ、そうそう、もう100、あ、100っていうか、50は切ってるんですね。そう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 。芯まで111。はい。ちょっと、やっぱり9番にします。いいと思う。固くいきたいです。固く、うん、ナイス、ナイスです。綺麗に打ててる。ありがとうございます。ありがとうございます。これと旗をもう持って、うん、結構手前ですね、ピンが。はい、残り40ヤードなのでピンも、ハーフ難しいな。ハーフで50だったんですよね、さっき。
よしよし。あ、いや、ダメでしたか。体重体重。右に乗っかってましたか。そうそうそう。ちょっと場所見て滑り下げ、パターと同じ要領です。あー、なるほど。ここからこの辺のまでは何ヤード、50ヤード。ここからここ30ヤードです。はい、その間はってなるじゃないですか。はいはい。そうですそうです。まさに思考がそうでした。アプローチで落とす場所を見て素振りしてあげれば、絶対そこに落ちる。これも、何だろう。ちょっと、何だろう。前じゃない、前じゃない、ゴー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 、ナイスタッチ、ナイスです。さっきのホールはナイスボギーです。ありがとうございます。どうですか、森ちゃんから見て初感というか。あ、なかなかさっき言った意識するすべきところはで、うまくいったかいってないか別として意識できてるかなっていうのはあります。うんうんうん、はい、この調子で、はい、頑張ります。落ち着いて落ち着いて、はい、頑張ります。うーん、次が196のパー4。うん、めっちゃいいな。わお。なので、まあ、打ち上げてるか結局もうちょっとあるのかな。そうですね、まあ、200ヤードとして、うん、そうですね、220とか。左のドライバーってあんま行かないので、普通にもうドライバーは何も考えずにまっすぐ打つようにして。問題はその次ですよね。うんうんうん、そうですよね、セカンドだよね。手前にバンカーがあるのでない場合に、そうですね、まあ、これは避けたいですね。なんでね、はい、入られるかどうか。はい、ナイスショット、ナイス、ナイス。ちょっと出た球だけで言っちゃったんですけど、ちゃんと立て立ててます。大丈夫大丈夫。いい感じいい感じ。ありがとうございます。意識してやり続けることが大事。はい、やり続けるんですよ、練習もね。はい、奥ピン奥なので、はい、50ヤードぐらいを狙って、はい、56をしっかり振る。うん、50ヤードってことですかね。あ、そうですそうです。ああ、なるほど。それでバンカー直撃しますけど大丈夫ですか。ピンまで70です。これで高低差入ってない。ピンまで70の打ち上げを入れてあげないといけないんで。なんで50って言ったの。ここが50って言ってます。そこについてちょっと見方間違っちゃってんじゃん。あ、でもそう、ここのピン58って言ってたんで60ぐらい、60あって思ったんですけど、グリーンセンターが60ってことね。どうですね、それね。あ、そうですね、センターです。これ多分グリーンセンターの距離、はいはい、センターの C。あー、そのあとエッジまで、ピンが奥なんで、これ73、ここ奥エッジで前でセンターっていうか、ピンが奥なんで、ピンが今日センタープラス9なんです。はい、だから大体65とか70近くってやる。打ち上げも入れてから70が必要とか。なるほど、ピッチングで70なので。あ、OK、だけです。あー、なるほどね。と、お、いいよ。おー、おー、ちょっとこれ打ち上げだったからあれだけど、高さもそこそこ出てたもんね。あー、よかったです。ナイス、よくぞ打ち勝った。バンカーの恐怖にとりあえずちょっと寄せます。とりあえずしっかりめに。全然ダメです。まあまあまあ、ちょっとこれ練習でもう一回確認とかちょっとしてなかったような気もする。そう、素振りで距離感のなんか長いパッドほどみたいな。そう雑でしたね、油断。カット見ながら、そうそうそう、うん、ナイスタッチ、ナイスです。さあ、ちゃんと見ながらやっぱ距離合うから、うん、超うまくないですか。うん、まあ2球目だからこれよりは超えるかなと思ったけどね。ナイス。あー、弱いか。うん、し、いいっす、いいっす。ゴッゴッ、うーん、OK です。まあでもね、でもやっぱ落ち着いて、うんうん、落ち着いて、そうですね、良かったと思うんですよ。
いや、ずいぶんこう落ち着いてゴルフできてるなっていう感じですね。本当ですか。嬉しい。話聞いてたのがもっとバタ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 するのかなと思ってたら、そんなことなくて良かったです。なんか私も安心してます。日替わりなのかな。なんかね、前回すごいひどかったって話聞いてたんで。ひどかったですだいぶ。ちょっとこれをね持ち帰ってもうちょっと練習しなきゃですね。そもそも、はい、もっと練習してください。もうちょっとじゃないんですね。もっともっとです。もっと練習、まあ、そうですね。私もその師匠とか先生というか、やっぱ1個の動作直すのに1万球ってよって言われてたぐらいなんで、まあ1日で打たなくてもそれぐらいこう打ち込まないとその動作が身につかないよってことだと思うんで。やばいな、俺300日以上かかるぞ。そしたら30球ぐらいで結構飽きちゃう。ダメだった。でも少しでもこう自分の癖にしてこう考えることを少なくしていきたいですね。今あれもこれもって結構自分の頭の中がもうこんがらがっちゃいそうなんで、一つでも何か癖にしたいです。自分の分かりました、はい、頑張ります。じゃあ最後パー4で、はい、まあ、あの教えてもらったことを意識しながら、はい、いきましょう。続いてお願いします。私の場合が結構右に行きがちなので、もう池は全く気にせずにまっすぐ打つ気持ちでちょっと右に行っちゃったら、まあまあまあおのじかなっていうような感じでやってみます。はいはい、OK です。はい、パー4の286ヤードです。うん、やっぱ右いっちゃいましたね。あ、うん、ありそうです。うん、ナイス、ナイスです。183なんで、ユーティーで少しもうバンカーとかもうちょっと手前に、まだバンカー意識せず打ちます。いいよ。ストップ右向いてます。このままちょっと OB 行きます。そう、特に見えたら右行きやすいじゃないですか。はい、今それでピンの方向なんですよ。はい、おそらく今の感じだと左足下がりです。はい、で余計右に行きやすいパターンで右行くんで、それだときっとあっちの木の方向行っちゃうから、これで言うとそっちの黄色い方がありますんで、そこの、はい、あそこの方向狙ってる。そうこういう方向、そう、うん、オッケー。はい、うん、おお、ナイス。危なかったね、今右天の声が。セーフ今で、97ヤードで、こっち手前の土で85、ピッチングでちょっと右側を狙います。ピッチングって何ヤードぐらい飛ぶんですか。はい、ピッチングは7、フルで振って70ぐらい。あ、じゃあグリーン乗せないってこと。乗ればいいな。え、エッジまで85ヤードって言ってなかった。はい、そうです。で、70じゃ届かない。さあ90打った方がいいよね。85とか狙ってショートしてバンカーよりは90打てる番手が。そうですね。攻めてまいります。そうですよね。あのすぐ守りに入りやすいタイプ。はい、でも悪い癖が。ゴルフに正解があるわけじゃないんで、絶対左にもう絶対に行かないですって自信があるんだったら別に80、75でもいいんですよ。その次のそのアプローチ15ヤードが残るだけだから。うん、15ヤードのアプローチ私がすごい得意です。だから私は75打つから、はいはい、あんた黙ってなさいっていうのは全然 OK の。ゴルフのそういうマネジメントってその人それぞれある。なるほど、自信持って。確かに思いました。今私は得意得意ないので。ないので。うまい、上叩いちゃったけど、うまいナイス。大丈夫ですか。待ってて、ちょっと食いちゃう。そうですね。 OK、 ありがとうございます。20ヤードですって。さっきの膝行きましょう。
けいけいけ、これを最初から当てれたらよかったんですけど、ありがとうございます。下ってましたね。下ってる。惜しい。オッケーです。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。こちゃん今日はありがとうございます。練習場からラウンドレッスンまで、いいです。ありがとうございます。ちゃんと練習継続してもらっていや、おめでさん持ってたみたいじゃないですか。頑張って練習量増やして練習量増やしてかしこまりました、はい、同じことをやるっていうのは大切じゃないかなって、はい、またほら違う人から何か聞いて今度変わっちゃうとかだと、はいはいはい、また振り出しに戻っちゃうじゃん、はい、プレッシャーかけてるわけじゃなくて、あの1年かかって100切れたらそれ逆にすごいかなっていうところなんで、まあのんびりゆっくり皆さんの引き続きみゆちゃんの応援をよろしくお願いします。ぜひコメントで厳しく厳しさと優しさと褒められると伸びるタイプです。よろしくお願いします。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございます。